秋野のサイン入り CD、創世のアクエリオンは、テレビアニメ、創世のアクエリオン及び、その関連作品の主題歌、秋野フロムブレス4の1枚目のシングル。本作、創世のアクエリオンのレコーディングについて秋野は、自分は、物覚えが悪い方なので、もらった音源を必死に覚えようとレコーディング当日の朝まで、ずっと一生懸命に練習していました。でも、 レコーディングブースに入った瞬間、全部パッと頭の中から消えたんです。本当に真っ白になって、ブースの中で自分が何を歌っているか、全然わからない状態でした。唯一覚えているのが、サビのところだけ。そこは歌えたと思うんですけど、でもだから、自分の番が終わった時は、自分自身にがっかりしたんです。このくらいも歌えない、このレベルなんだなって。ブースを出ても、 エンジニアさんや皆さんに会いたくない穴があったら隠れたいという思いでした。絶望しました。もともとお話をいただいたとき、最初は無理無理と思いました。でも、楽曲プロデュースを担当された菅野洋子さんが自分の高音を好きで言ってくれて、音源を聞いても普通なら絶対選ばないと思うんですけど、自分の可能性を見てくれたんですよね。 それから成長する機会をたくさんもらいました。自分の人生を変えてくれた本当に大きい出来事だったと思いますと述べている。作詞は岩里幸穂。作曲、編曲及び楽曲プロデュースは菅野陽子。オリジナルの歌唱はブレス4のメンバーとして活動する歌手の秋野が秋野フロムブレス4としてソロで担当している。歌詞は アニメの世界観を表した内容になっている。創世のアクエリオンの放送では前期の OP 主題歌として使用された。アニメ本編監督の川森正春は打ち合わせの際、関路に物語の内容やテーマを説明しようとしたが、うまく伝わらなかったという。そこで、作中第13話の12000年前に分かれた恋人がラブレターを取り返しに行くというエピソードを話したところ、 カンノはインスピレーションを得て、すぐにこの曲を書き上げたという。このキーワードは、曲が盛り上がる、サビの部分の歌詞に反映されている。当初菅野は、秋野の弟である愛希の歌声で何かやりたいと思っていたため、愛希に歌唱を依頼しようと思っていた。ところが、愛希が声変わりしてしまったため、急遽、バックコーラスを依頼する予定だった。ブレス4に、オーディションに来てもらい。 秋野がこの曲を歌うことになった。本作は2005年4月27日にビクターから発売された。また、2011年8月24日にはアクエリオンエボルの制作を記念し、フライングドッグから再発売された。ジャケットイラストには、本作でキャラクターデザイナーを務めた藤川大作画のアポロニアスが描かれている。 CD ジャーナルはトライバルなトリップ性と躍動的なデジビートをミックスアップした音の絨毯の上で秋野の艶を持った歌声が凛々しく響き渡ってゆく完成度の高さに興奮とコメントしているミュージシャンシンガーソングライターの大石正義は印象的なサビのフレーズの裏で一気にキーが転調しサビの持つパワーを最大限活かすような構成と評した 2021年2月17日、ソロデビュー15周年を記念し、フライングドッグの YouTube 公式チャンネルにて、オフィシャルミュージックビデオが公開された。初めてのオフィシャルメガボルトとなった本作では、秋野を中心にブレス4メンバーが新たな、振付ダンスを披露。ダンスの振付は実定であり、ブレス4メンバーの相手フロムブレス4が担当しており、得意とするテコンドーで磨き抜かれた。 パワフルかつ流麗なダンスに仕上がっている。撮影は2021年1月18日19日に行われ、ロケは東京の名所を巡っている。東京駅、浅草雷門、アメ横など、都内各地を中心に10カ所に及んだロケ撮影を観光。また、ロケ地によりメンバーは様々な衣装に変化、医療従事者や小学校の先生、OL や工事作業員など、 次々と移り変わるコスプレを披露している。本作は、ブレス4メンバーとの息の合ったダンスパフォーマンスが特徴となっている。基本的にダンスは、メンバーの愛機フォームブレス4が振り付けを行うが、サビの1万年と2000年前から愛してるの部分の、手話をルーツとしたダンスは秋野が自身で考案したという。二千五年四月四日に、テレビ東京系で、創世のアクエリオンの放送が始まり、 3週間後の4月27日に本曲のシングル CD が発売された。オリコンシングルチャートでは2005年4月28日付のデイリーチャートで19位、ウィークリーチャートでは初登場26位となった。6月最終週をもって100位圏外となるも集計結果が発表される200位圏内におよそ5ヶ月近くランクインした。当初はアニメの OP テーマとして タイアップされたが、アニメの関連作品が発表されることにタイアップが追加されていった。それからおよそ2年後、2007年8月下旬から、滝川花子出演の三協、CR フィーバー創生のアクエリオンの CM が全国的にオンエア開始され、その CM ソングとして起用された。それにより、アニメが放映されなかった地域にもこの曲の存在が、 知られ再び注目されることとなった。CM のオンエア開始後、シングル CD の売り上げが急速に高まり、2007年9月、第1週のオリコンシングルチャートで170位を記録し200位圏内に再浮上、第4週の同チャートでは92位を記録し、トップ100位以内に再来イクインした。さらに、2007年10月第4週の同チャートで22位を記録し、 それまでの最高位二十六位を約二年半ぶりに更新した。デイリーチャートにおいても二千七年十月十二日付のオリコンデイリーチャートで十八位に十月十四日付で十四位にランクインし過去最高の十九位を更新した。オリコン登場回数は五十四回。シングル CD のセールスのみならず音楽 DL 配信でもほとんどの配信サイトにおいて CM ソングに起用後はのきなみ上位にランクインした。特筆すべきは iTunes ストアにおける音楽ディールランキングにおいてこれまで1位を保っていた宇多田ヒカルのビューティフルワールドを抜き2007年10月第1週目に1位を記録したことである。11月第1週目でファンキーモンキーベイビーズのもう君がいないと エブリーリトルシングの恋をしているに抜かれ3位にランクダウンするまで10月中5週連続で1位を記録していた。なお、楽曲の販売元であるビクターエンタテインメントは2007年10月上旬の時点で合計30万ダウンロードを記録していると公表している。またカラオケにおいてもアニメ放送開始時より一部から人気を博していたが、 上記のヒットとともに2007年11月、12月のダムカラオケランキングでは過去最高となる6位を記録した。ドアン語ではサビ部分の歌詞を利用したデコメが発行された。累計出荷枚数25万枚、音楽配信数300万 DL 発売から年月が経つもののタイアップが終了して以降もその人気は続いており、2008年度の日本、 音楽著作権協会の著作権使用量、分配額ランキングで年間2位を獲得し、同年度のジャスラック賞では銀賞を受賞している。2014年2月度日本レコード、協会リリースにおいて、着歌フルインターネット配信合算での100万、DL 達成が発表された。2005年2007年2009年2011年2014年2019年2021年、 オリジナル楽曲のみ記述パフォームドバイ、秋のフロムプレス4、ジェネシス・オブ・アクエリアン、創世のアクエリオンお兄様と、ジェネシス・オブ・ラブ・アイの起源、創世のアクエリオン、秋野のソロデビュー15周年を記念したオンラインコンサート、1万年と2000年前から、愛してるが2020年7月25日に開催された。コンサートタイトルは、創世のアクエリオンのサビの歌詞を使用している。 また、今回は、新型コロナウイルスの影響により、オンラインコンサートという形をとっている。配信会場は、ブレス4スタジオ。黒文字は、ブレス4名義の楽曲楽曲には別バージョンが、複数存在する。創世のアクエリオン号隊と、荒野のヒー創世のアクエリオン創世の、アクエリオン創世のアクエリオン本曲は、様々なアーティストに、カバーされている。 ありがとうございます。